はい、どうも、ゆうくんです。今回も、話題の車、そして新型車の、魅力を、カタログでお伝えしていきたいと思います。ということで、今回紹介する車はこちら、トヨタ新型プレミオでございます。で、ですね、このプレミオという車は、まあ、このプレミオの、元となった、車が、コロナですね。トヨタの、コロナから、コロナプレミオとなって、そして、コロナが、取れて、プレミオとなって、現在に至るという感じの車なんですけど、このプレミオという車が、まあ、そうですね、どのような、世代の方向けかと言いますと、おそらく多分私の、僕のですね、僕のまあ考えというか、なんていうか、ですけど、おそらく、まあ、定年退職された、シニア世代の方々向けの、そしてまあご夫婦とか、まあその方々向けの、車ということになってるんじゃないかなと思います。で、新型の、プレミオも、まあなかなかですね、まあ、独特の、雰囲気ですねがありまして、なんていうか、このように、まあ、日本の、古き良きなんか街並みに、非常にマッチしているなという印象があります。で、まあ、先代に、比べまして、より、まあ、顔つきもかっこよくなりましたし、なんていうか、この、グリルも、まるで、アルファードのような、グリルを、まあ、採用しているということで、かなり、高級感も、増したなという、印象があります。はい、今日は、高級、ミドルセダンということで、まあそれほど、なんていうか、大きすぎず、小さすぎず、ちょうどいいボディサイズということで、5ナンバーサイズに、収まっているという感じになってます。はい、で、人生を祝福するという、ことで、まあこのプレミオのコンセプトが書いてあるわけなんですけど、やはり、まあこの、プレミオに、まあ、乗るような方々というのは、まあ、日本の、発展のために、血の滲むような、努力をされて来られた方々なので、そうですね、その、功績を、称えるというか、そういう思いで、その、その方々が、これまで歩んできた人生、そしてこれから、この車と共に、歩む人生を、祝福する、車と。祝福するために、この車があるということが、書いてあります。はいですね、やはり、こういう、この、プレミオという、車はこのように、日本ならではの、車であるなと思います。はい、
で、まあこの、日本の、このサイズの、セダンの、伝統的な、佇まいの中には、まあ新しい時代が、しっかりと息づいていると、書いてあります。やはりですね、あのこういう、日本の、まあこういう街並みにも、非常にマッチしている、非常に、品格のある、車だということが、伝わってきます。で、リアビューが、このようになってます。やはりですね、あのリアビューも、この、プレミオという、日本の、セダンらしい、なんていうか、落ち着いた、品格のある、リアビューとなってます。要はまああのリアビューも、なんかあの日本車特有の、品格というものを感じることができます。で、インテリアが、このようになってます。やはりまあ新しさというのを、取り入れつつ、どこか、懐かしい感じの、まあインパネ周りだなと、私は思います。で、この、米中調和ですね、フラクセンというんですけど、この、ベージュのインテリアも、なかなか、まあ落ち着いた感じというか、なんか品格があっていいなと思います。で、室内が、このようになってます。まあ、シートもですね、なかなか、座り心地良さそうだなと思います。で、この、シートカラーというか、インテリアカラーが、このフラクセンと、あとは、ブラックとなります。はい。で、見開きになってまして、まあ使い勝手に関しましてのことが書いています。で、後部座席リクライニング機能がついてますし、リア、センターアームレストには、カップホルダーもついてます。で、まあ、グレードによって、違うんですけど、全席、フルフラットシートとなってます。で、あとは、このように、後部座席を畳むことができまして、まあ、トランクスルーとなってますので、まあ大きな荷物なども、余裕で、積むことができるようになってます。で、ラゲージルームも、このように、ゴルフバッグなどの、大きな荷物も、余裕で積めるぐらいの、容量が確保されています。で、そして、夜の、まあライト周りつけた状態の、フロント周りになります。やはりまあライトをつけてても、やはりなんていうか独特の、セダンの、品格というものを、感じることができます。で、ですね、
オプションで、まあまあ、グレード、まあ、グレードによって、オプションで、本革シートを、が、用意されております。はい、で、まあ、2.0G と、1.8X の EX バッグ H には、まあ、本革シートが、オプションで、用意されてますので、まあ、より、高級感という、まあ、より、まあ、良質な、室内空間を、まあ、実現することも、できるようです、はい、あとは、まあ まあ、専用の、まあ肉のみなんですけど、まあ、専用の、ホイールなども、選ぶことが、できるようです。で、次のページには、安全性について、書いてあります。で、やはりあの、トヨタの、セーフティーセンス C を、採用してますので、安全性にも、まあ、抜かりなく、安全性も、抜かりなく、まあ、開発されています、はい、やはりですね、あの、まあ、このようにあの自動ブレーキ、あるとないとではやはりあの何ていうか、まあ、結局はあの、まあ、ドライバーの、責任ということになるんですけど、まあ、あの何ていうか、あの事故を、よりなんか未然に防ぐ、または、まあ万が一事故が起きてしまった場合にも、被害を最小限にとどめるという点でも、このように、そうですね、あの安全、なんていうか、自動ブレーキなどの、安全装備を、選ばれた方が、いいと思います、まあ自動ブレーキですね、フリークラッシュセーフティー、そして、はみ出し防止の、レーンリパーチャーアラートで、あとはね、オートマチックハイビーム、そして、先行車、発進告知機能なども、ついてます、はい、そして、ヘッドランプには、まあ、2リッター、1.8 リッター、1.5 リッターの、EX パッケージには、バイビームの LED ヘッドランプが、標準装備となってます、その他の、グレードには、まあオプションとなっております。で、それ以外のグレードはハロゲンヘッドランプとなっております。で、ライトの、自動点灯消灯システムの、まあ、コンライトシステムが、ついてます。はい。あと、フロントフォームとか、あとは、緊急ブレーキシグナルも、ついてます。あとは、クリアランスソーナーもありますし、あとは、まあまあ、ドライバーに、まあ、では、まあ、まあ、急発進、まあ、急加速を、まあまあ、しないようにというか、あの、まあ、抑制する、機能ですね、あのドライブスタート、コントロールと
というのも、ついてます。で、あとは、まあ、ボディ構造も、まあ、前後ろ横からの、衝突を想定した、構造となってますし、まあ、この車も、エアバッグが、車内全体を、覆い尽くすように、設定されてます、はい。あとは、フロント周りが、歩行者障害軽減ボディとなっております。あとは、車両制御の、まあ、挙動制御の、VSC ですね。これもついてますし、あとは、坂道発進補助の、ヒルスタートアシストコントロールも、ついております。あとは、メーター周りなどの説明ですね。あのドライビングサポートの、案内では、まあ、メーターが、オプティドロンメーターとなってますし、あとは、まあ、メーターの、真ん中ですね、ここに、TFT の液晶の、マルチインフォメーションディスプレイが、搭載されていますので、まあ、細かい、車両の、情報を、ドライバーが、把握できるようになっております。あとはサイドミラーのですね、まあ、リバース連動機能付きの、ミラーとなってます。で、これは何かと言いますと、ギアを リバースに入れた場合、まあ、ミラーの角度が、下向きに、変わるということになります。あとは、ステアリングスイッチついてますし、あとは、スマートエントリーと、スタートシステムですねがついてます。であと関連仕様としまして、まあ、まあ、まあ、ウィンドウヒーターとか、あとは、リアワイパーなども、つけることができます。で、その下には T コネクトのナビについてのことが書かれています。はい。で、その他の装備としましては、運転席が、パワー、8way の、パワーシートですねとなってますし、あとは、運転席助手席が、に、まあ、シートヒーターですねが、まあ、オプションで、つけれるグレードも、あります。あとは、まあ、ルームランプですね。の、このように、用意されてます。で、エアコンが、オートエアコンとなってますし、ナノEが、ついてますので、なんていうか、空気清浄、機能、まあ、空気清浄、そして、まあ、ダッシュ機能ですね。あとは、などの効果があるようです。はい、あとは、フロントドア周りが、スーパー UV カットの、ガラスとなってます。はい、あとは、収納の方もですね、必要、十分な、くらいの、収納スペースが、確保されてます。
して、走行性能ですね。走行性能に関しましては、エンジンのバリエーションが、1.5 リッターのエンジン、そして、2リッターのエンジン、そして 1.8 リッターのエンジンになってます。 1.5 リッターですと、リッター 19.2 キロとなってます。はい。で、2リッターですと、リッター 15.6 キロで、1.8 ですと、リッター 16.4 キロと、それぞれ、なっております。はい。で、アイドリングストップ機能も、ついてます。はい。あとは、ミッションが、スーパー CVT、スーパー CVTI となってます。あとは、4駆ももちろん設定されてるんですけど、4駆も、走行状況に応じて、なんていうか、駆動を、変えるというような、走行状況に応じて、駆動を変えて、最適な、トルク配分で、走行できるというようなシステムになってます。はい。で、クルコンもついてますし、クルコンも、2リッターには、標準装備となってますし、あとは、高速、走行時、走行時の、操縦安定性を向上するための、エアロースタビライジングフィンが、ついてます。はい。はい。そして、ラインナップが、2リッターの、EX パッケージ、これは、肉のみとなってます。で、 1.8、1.5 の、じゃなくて、1.8X、1.5F の、EX パッケージとなってます。で、1.8 リッターモデルですと、肉4駆選ぶことができます。で、 1.5 リッターですと、肉のみの設定となっております。で、で、 1.8XL パッケージ、 1.5FL パッケージとなります。で、こちらも、1.8 のみ肉4駆選ぶことができます。で、2.0G、ね、これは、肉のみです。で、1.8X、これは 1.8 リッターモデルですので、肉4駆の設定があります。で、1.5F、これは、肉のみとなっております。で、こちらには、グレード別の、装備比較表が載ってます。そして、メーカーオプションので、ホイール、グレードによって、3種類から、選ぶことができます。肉モデルですと、16インチ、選べるんですけど、4駆ですと、15インチの、アルミホイールを選ぶことができます。そして、主要装備一覧表が、このように出ております。はい。こちらもそうですね。はい。
で、次のページには、カラーバリエーションということで、カラーバリエーションが、全8色から、選ぶことができます。そして、その下には、インテリアの、カラーとか、あとは、木目調パネルの種類とかなどが載ってます。そして、ボディカラーと、インテリアカラーの、組み合わせ表が載ってます、はい。で、その次のページには、主要諸元表が載ってます。そして、下には、車体の寸法、そして、最小回転半径が載ってます。ちなみに、最小回転半径が、5.3m となっております、はい。はい、ちょっとピントが合わないので失礼します。で、環境性能の、環境情報が載ってます、はい。で、福祉車両としまして、助手席回転スライドシート車が用意されています、はい。で、トヨタの、ウェルキャブの、案内と、あとは、アフターサービスや関連会社の、案内が載ってます、はい。で、裏表紙には、カーライフ、サポートについてなどが載ってます、はい。はい、ということで、今回は、日本独自の、高級、ミドルセダン、トヨタプレミオについて、解説を行いました、はい。カタログの内容と、異なる、表現が、あったと思いますが、その場合は、ご了承ください。そして、ところどころ、お聞き苦しい、ところがあったと思いますが、その点もご了承ください。またですね、実際に、お店に、出向いていただいて、お店の方と、カタログを見ながら、説明を受けた方が、より、確実な、選択が、できると思います、はい。チャンネル登録、そして Twitter のフォローもぜひよろしくお願いします。ということで、以上、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。